マリオ・フィリッペスキは1940年代から1950年代にかけて活躍したイタリアのテノール歌手である。ピサ県のモンテホスコリに、農家の4、男として生まれる。特にオペラに関心のある一家でもなかったし、彼自身も歌唱に遠慮い少年時代を送ったという。17歳からクラリネットを学び始めたのが彼と音楽の初めての接点であった。 20歳で入園し3年間勤めた軍務中、フィリッペスキは、余興で流行歌などを歌う機会があり、それが同僚、上官に好評だったことで、彼は初めて自らの声楽の才能に改願、除隊後に声楽のレッスンを開始する。地方公演のポスター数人の声楽教師を転々とした後、1937年に地方公演でのドニゼッティ。 ランメルモールのルチア・エドガルド役の契約に成功。7月にパルマ近郊のコロルノで歌って成功した。30歳という遅咲きのデビューであった。その後も地方小劇場での巡業を続けるうち、プッチーニ、蝶々夫人、ピンカートニ役、ドー・ラ・ボエーム、ロドルフォ役、ベルリ、リゴレット公爵役、ドー・ラ・トラビアータ。 アルフレード役といったリリコ系の役にレパートリーを拡大。1940年頃には、チレア、アドレアーナルクブルールマウリツオ役やプチーニ、トスカカバラドッシュ役などのリリコスピント継承役にも進出。特に、ベルリ、アイーダラダメス役は大好評だった。第二次世界大戦後の1946年から1950年代初頭には、メキシコでも活躍し、 上記の役を中心に歌った。このメキシコ式シでの歌唱のいくつかはライブ録音でも残されており、デビュー直後のギリシャ系アメリカ人、ソプラノ歌手、マリア・カラスと共演したトスカやリゴレットは、今日でも CD の入手が可能である。フィリッペスキは15歳年長の大手のオル歌手、ジャコモ・ラウリ・ボルピの良き友人であり、またその後継者とも目ッされていた。 1950年代に入って、レパートリーに加わったロッシーに、グリエルモテル・アルノルド役、ベルリ、イルトロ・バトーレ、マンディーコ役及びプッチーニ、トゥーランドット・カラフ役は、もともと、ラウリ・ボルピの代表的な役どころであり、フィリッペスキはこれらでも成功を収めた。1960年代初頭に、まだ歌える余力を残しつつ、第一線を退いた。その後は、 声楽教師としても多くのテノールを指導。1979年にフィレンツェ近郊で亡くなった。72歳。前世紀の彼は広い声域、高音域での輝かしさと伸びの良さがあった。感覚起草者であったことがその巧みなブレスコントロールに結びついているとの説もある。その一方で彼の歌唱スタイルはラウリ・ボルピやジーリなど、 第二次世界大戦前のテノールにも共通する一種の時代がかった大行な印象を与えるのも確かで、対戦後対等してきたマリオ・デル・モナコ、フランコ・コレッリなど、より直接的に感情をぶつけるスタイルとは相違している。これは、トゥリオ・セラフィン式、マリア・カラス大名役のベッリーに、ノルマの二組の全曲スタジオ録音で確認できる。ありがとうございます。